聴取いたしますす茂木外務大臣たたただいいままままま議題となりまししし件につきまして提案理由をご説明いたします、ま、ず、原子力の平和利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北アイルランド連合国政府との間の協定を改定する議定書の締結について、承認を求めるの件は、令和2年12月16日に議定書の署名が行われました。 この議定書は、英国による欧州原子力共同体からの脱退に伴い、英国において適用される保証措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改め、英国で新たに適用される保証措置等について定めるものです。この議定書の締結により、日英両国間において原子力の平和的利用のための適切な法的枠組みが引き続き確保されることとなります。 よってここにこの議定書の締結について承認を求める次第であります。次に、大西洋のマグロ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件は、令和元年11月18日に議定書の採,、えー、採択が行われました。この議定書は、大西洋マグロ類保存のための国際条約の対象に、資源状況が問題視されてきたサメ、 エイ類等の晩餐類を追加し紛争解決及び漁業主体の規定を追加すること等により条約の円滑な運用を促進するためのものですこの議定書の締結は大西洋マグロ漁業に関する国際協調の促進 および我が国マグロ漁業の安定的発展のために有意義であると認められます。よってここにこの議定書の締結について、ご承認を求める次第であります。最後に、国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件は、令和2年2月28日に条約の締結が、採択が行われました。この条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路 国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるもののですこの条約の締結は、我が国が確立してきた航路標識分野における指導的地位を引き続き維持し、我が国企業が有する技術の国際標準化等を推進するとの見地から有意義であると認められます。よってここにこの条約の締結について、ご承認を求める次第であります。 以上3件につき何卒ご審議の上速やかにご承認いただきますようお願いいたします以上で趣旨説明の聴取は終わりました3件に対する質疑は後日に譲ることとし本日はこれにて散会いたします